ちょっと調べてみましたうん。何俺のコーナーでね。何を調べたのちょっとね。いろんなね。あ今までやっぱ調べてなかったよね。全く気にしたことなかったんだよ。うん。今まで何も調べてないよね。いや、座ったとそう思ってたよ。で、有名チェーン店とかって今、ちゃんとカロリー表示とか全部されてるから、もちろん。すぐ調べれて、うん。試しに何店舗か俺の行く店、うん。ピックアップしてさ。 きつい現実を見ようとし始めたのは一つ進歩していると私は思うが、一回に行ってマックス食べたパ,パターンのカロリーを出してきてみましたので。うん。うん、<laughs> まずい、そのど4桁カロリーが見えた瞬間、<laughs> 私は理解できない領域だと思いましたね。 うーん。山子屋ド定番、俺の。すごいな。<laughs> 心の <laughs> 安寧を持つ。プレミアム塩豚骨1550キロカロリーもあんだ。いっぱいでね。いや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 、とてつもないな。ま、油多め少なめとかでも変わってくるけど。単品1550キロカロリーは、うん、中ちゃんのせいじゃないかも。だそ,うそ,うそれ1550キロカロリーの飯を提供する、うん、店、これだって、え大盛り <え>普通盛り。普通盛りで1550キロカロリーなんでしょ、うん、そう。ええー、ラーメンってそんなにあるんだ。<laughs> ま、たぶプレシオが、あの、背脂とかめっちゃ浮いてるから。いや、それのせいなんだよ。か、簡易したらだろそう。スープまで。って、うん、こと会簡易すんの俺、簡易しなかったことないんだよ、プレシオ。<laughs> <laughs> <laughs> 兄、簡忍せざるを得んやが。<laughs> <laughs> 何難しい <laughs>。 どうして堪忍しないはずがあろうかいや、堪忍、はい、するに決まっていると。そう。そういう心意気で食ってんだ。朝が来たら起きると一緒に。兄公文なわけだ。<laughs> <laughs> プレッシャーが出たら全部飲まなきゃ。さらにコチュジャン入れてニンニク入れてる。うん、味わかんなくないコチュジャン入れたら。レンゲに一杯分、半分くらいのコチュジャンを入れるんや。で、そこの残り半分にニンニクを入れて、スープの真ん中で溶かすの。んー。 うーんとさ、例えばさ、ま、あ一個、山岡屋置いといて、はい。トンカツの美味しい店行くじゃん。トンカツ、はい。はい。で、トンカツが、うん。ま、出てきたとするよ。キャベツとか。はい、出てきました定番の。あと、ご飯と味噌汁で。はい。トンカツ何かける派ソースだけで行く派そうね。えっと、塩があれば塩でも行く。そこはシンプルなんだ。うん。そこは素材を大切にする食べ方なんだ。トンカツならね、サクサク感とか。うん、そう。ラーメンはぐっちゃぐちゃにしてるけど。はははは。 塩だか豚骨だかもう分かんねえし味も何なのって感じコチュジャン味なのにんにく味なの塩なの豚骨なの全部よ4種でも豚カツは塩で食ったりするんだ豚骨素材の味が素敵みたいなこと言うんだそうねちょっと高いお店ブレブレなえ、でも豚んかやってそんなにソースとかもないから食べようなくさらに海り入れるんだそう黒バラのりね この黒バラ海苔がね、スープに溶け込むというか、今黄色っぽいスープなんだけど、これにね、黒いね、膜が張るんだよ、海苔の。100本譲ってネギはよし、ネギは入れてよし、さらほうれん草、まあ、野菜ってこと野菜成分になるし、それ以上にほうれん草が、このスープを吸って、第二の麺みたいになるんだよ。 食食なんだね。そう。うん。またうまいんだよ。ライスいらねえなライスがねライスいらねえなスープとね塩丼にしてんだ。塩丼。塩丼って単語強烈なんだ。塩丼って。塩ラーメンで、塩ご飯。ご飯に塩かけて食ってると同じだよね。まあまあまあそうな。 油も含みな。塩丼。うん。か新しい単語もどんどん出てくる。総カロリー1921キロカロリー。はい。やばいよね。<laughs> 価格はまあこんなもんか。まあラーメンも最近いい値段い。一食で1300円ちょっと高い、ね。まあトッピング多めだからこんなもんじゃないの。ーラーメンは800円。<う>まあいいんじゃないか。はい。最近ラーメン500円出してるところはもう昔ながらの、うん、シンプルな。 何のしかないと思うよ。はい、500円ラーメンとか。基本もう900円前後。地球はデフォルトだと思う。うん、値段はまあいいカロリーだ。はい。はい2000ってことなな、一食。でも俺、昼飯だよな、多分。そうね、昼。昼飯1000キロカロリー。かかはい。1一日のカロリー多分超えてますね。成人男性の1日の摂取カロリーが2200、プラマイ200え。そんなないって。 が、何2400マックスなわけないって。いや、せ、摂取したらいいんじゃないっていう。ま、1500だって。マックスの値だ。マックスマックスそれ、運動してる人じゃないかそう。肉体労働してる人だろ工事現場とかでさ。はい。そういう人が2400キロカロリーとかなんだろ一日の消費カロリー。なの座ってる人って1500じゃないかみんなどうだ 38の、普通に、内勤だけの男で、運動特にしたやつの、1日の消費カロリーっていくつ、うんはい、私2500取らんと痩せる。あなたアスリートですよねそう、ね、<laughs> !2500、痩せる人は、あはは痩せるって意味わかんない、2500取って。もしくは、なんか、あの、うん、昔いたじゃん、あの、いくら食べても太らない。あ、る、いていい。あの、ギャルソネだっけめっちゃ食うのにいくら食って,もいい、ね、ってないもんね。太ってない人とか。うん そういう特殊体質の人じゃないのそれもしは。2000ぐらいか ?2000 ぐらい取ってもいいのか、うん、あ、2000だって。二千ね、はい。じゃあこれ山岡屋でいいんだ、1日 <laughs> 1>、うん。栄養バランスはぐっちゃぐちゃだけどな。<laughs> <laughs> 一箇所多分、バッチッと超えてるよね。栄養バランスと、<laughs> <laughs> あの、グラフ <laughs>。点で超えてる。0000 <laughs> ゼロ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 で10点, <laughs> 点で超えてあと00。<laughs> 絶対体に悪い。<laughs> <laughs> 死んじまうよ <laughs> う。しかも1日2回とか3回とか山岡屋行く人だから、あなたは。うん、はい。じゃあマックス6000キロカロリーか。そうな。6000! だって最高3日連続3食食ってるから、ーープレッシャーを。ちょっと次見ていい、うんうん、気になってきたわ。